どうもこんにちは。50歳になりました。何歳に見えるでしょうか <laughs>。まあ、年齢と同じぐらい老けて見えると思うんでね。私はね、いや、まだまだ若いつもりだよっていうふうに言うつもりはありませんけども、まあ、それとは関係ないんですけども、私もね、インスタグラムの方からあのお問い合わせとかね、セールスとか来るんですよ。集客下手だなぁと思って、引っかかってあげることもあるんですけどもね。ただ商品を買うんじゃなくって、いや、そんな方法よりもこうやった方がいいですよって。 で、私のリストはこれだけありますけども、あれだったら、あの、としてもいいんですよっていうお話すると、いや、正直売れなくて困ってますっていうふうにお話しくださる方いますよね。で、大体テンプレートなんで、違う人から同じメッセージが来てるんですよ。だから多分、詳細があるんでしょうね。うん。まあ、そんなことはすぐに推察がつくんですけども、ダイレクトメッセージを送るときに反応のいいライティング集みたいなのがあって、それをボンボンボン,ボンコピペースで送ってくるんでしょうけども、うん、なんかね、 それで売り上げ上,上,上がると思っている人たちがいるんでしょうね。あの本当に生のビジネスやってみてくださいって話ですよ。コピーペーストでラブレター書いてねそれで「ILOVEYOU」I love you がどうにかなりますかってことですよ。逆に両思いになるチャンスがあってもラブレターがコピーペーストだったら、まあ、一気にねあの価値を失って思いは離れるんじゃないかなと思いますよね。もうちちょっととゃんと 人がそこにいるってことを考えた方がいいんじゃないかなと思いながら見てますけどもね。はい、いってらっしゃい。